これでわかるミケランジェロ・メリージーダ・カラバッチョ。カラバッチョとは彼の生まれた村の近くの町の名前であり、20代の時にその名を自分の名としました。ユーロを導入する前のイタリアでは最高額の10万リラ紙幣にカラバッチョの肖像が書かれていました。カラバッチョはいろいろと問題を起こしており、殺人まで犯していたのにもかかわらずです。いかに芸術がイタリアにとって影響が大きいかがわかりますね。バロック絵画の巨匠、写実的に描く手法と光と影の明暗を明確に分ける表現、そのあまりにもリアルで生々しい描写は宗教を世俗に引き下ろす不敬なものとして反発する声もありました。例えばこのイサクの犠牲、旧約聖書で神がアブラハムに自分の息子イサクを生贄に出せと命じ、忠誠心を試して寸前のところで天使が止めに来るシーンです。他の画家は神聖なものとしてぼやかして美しく描いていましたが、カラバッチョのは生々しい殺人未遂現場というふうに見えます。では彼の生涯を覗いてみましょう。1571年イタリア北部ミラノに生まれる。父は公爵に伝える執事で、母はウド地方の地主階級の娘。一家はイタリアの有力者たちともお付き合いがありました。1576年、一家はペストで荒廃したミラノを離れ、カラバッチョ村へと移住。翌年父親が亡くなります。1584年、12歳でミラノの画家シモーネ・ペテルツァーノの工房に弟子入りします。同じ年母親が亡くなります。1592年半ばにカラバッチョは喧嘩で役人を負傷させミラノを飛び出しローマへ逃げ込みました。その数ヶ月後、カラバッチョはジュセッペ・チェーザリの工房で助手を務め、花と果物の絵画で画家として技量を知られるようになります。ヤメル・バッカスを描いたのもこの時。その後独立します。そしてこの頃友人ができます。オルシ、ロンギ、ミニーティ。画家オルシは多くの影響力がある収集家をカラバッチョに引き合わせました。建築家ロンギは喧騒に満ちたローマの裏の世界をカラバッチョに教え、シチリア出身の芸術家ミニーティはカラバッチョのモデルを務めました。この絵のモデルになっているのはミニーティです。ミニーティ扮する少年がジプシー娘に欺かれている様子が描かれています。1599年に枢機卿デルモンテの推薦でカラバッチョはサン・ルイジ・ディ・フランチャージ教会コンタレリ礼拝堂の室内装飾の依頼を受けました。この時書かれたのが聖マタイの殉教と聖マタイの証明です。この作品によってカラバッチョの名が一気に広まり、制作依頼が相次ぎます。このマタイの証明、右にいるキリッとした横顔の若者がイエス、修正人マタイに弟子になれと言っています。マタイがどれなのかがまだはっきり分かっていなく議論されるところ、左側で指を指しているひげの男か、金勘定をしている下を向いている若者か、あと右から左へ差す光で中央の窓枠が十字架を作っていますね。画家として名声を得る一方で、数々の暴力事件を起こし、たびたび逮捕されたり訴えられたりするようになります。1606年、テニスの掛け試合が元で喧嘩になり、相手のトンマ・ツォーニを殺しています。指名手配となる。ローマ司法の手が届かないナポリへと逃亡。翌年ナポリを出てマルタ島に移ります。マルタ騎士団のために仕事をし、その見返りに憧れだった騎士の称号を得る。しかしここでもいざこざを起こして投獄されますが、なんと脱獄、騎士団から除名されました。ミンニーティを頼ってシチリアに逃れる。1609年ナポリに戻る。この時ナポリで襲撃を受けました。犯人は不明です。カラバッチョは顔に重傷を負ったものの、生命に別状はありませんでした。この時期にゴリアテの首を持つダビデも描いています。若きダビデが巨人ゴリアテの切断された頭部を見つめている作品ですが、
この絵に描かれているゴリアテの頭部はカラバッチョ自身の自画像になっていました。自分の行動を悔い改める姿勢を見せようとしていたと言われています。1610年、奔走してくれたローマの有力者たちのおかげで近々発布される予定だった恩赦を受けるためにローマに向かう。しかし残念ながらその望みは叶えられることなく、ローマ近郊の町ポルト・エルコレで熱病に侵され亡くなってしまいました。享年38歳。ただ死因ははっきり分かっていなく、マルタ騎士団に殺されたという説もあるそうです。もう一つ作品紹介させてください。フォロフェルネスの首を切るユーディト。ユーディトは旧約聖書に出てくる美しく賢い女性。敵対勢力の将軍フォロフェルネスに寝返ったと見せかけ、一夜を過ごした後、酔いつぶれた彼の首を自らの手で切断します。ユーディトはユダヤ民族にとっては信仰心の厚いヒロインです。でもアッシリア人からしてみれば、将軍を破滅させた恐ろしいファムファタルです。それを表現し、新たな解釈を与えたのがクリムトのユーディトかもしれません。確かに悪女って顔してます。でもなぜか私にはカラバッチョのまだ幼く清楚な少女が首を切っている絵の方がなんだか恐ろしく感じました。お疲れ様でした。他の作品も見てお別れいたしましょう。このような知っていたら絵を見るときにより面白くなる情報を発信していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。